はい、それでは始めさせていただきます。一番ちゃんと伝えておかなきゃいけないのが、僕らこの前例えば福岡のイベントとかも本当に1時間とか2時間睡眠で3日間とかぶっ通してるみたいなことを結構ザラにあるんですね。一般的なところよりもブラック企業に体質は正直近いです、現状。ただこの時点で前5人目のメンバーとして入っていただいて、僕らが成功したらその時の恩恵は必ずお約束できるかなと思ってます。成功すればですね。お願いします。職業は、売れないアーティストと、まあ、キャバ嬢の送迎をバイトでやってます。似てるなって思ったのは正直松葉くんです。っていうのも根拠のない自信っていうのを結構言われてたと思うんですけれども、僕も若かりし頃からずっとそういう根拠のない自信っていうのがずっとあって、無駄な時間かもしれないですけど、まあ、過ごしてきた時間がなんか根拠というか、皆さんに何か勝てる部分なのかなっていうふうに思って、そういう立ち回りをしたりとかしてるかなって思います。はい、はい、根拠ない自信あったっけ。違うさ、あれ違うさ、あれ根拠ない自信なくて、周りが僕の自信についてくれるようになったから。根拠ない自信はないって言って、あれ周りがね、レベルが低すぎてついてくれるようになったから、それが根拠ない自信。それなんですよ。将来の展望は、年齢も年齢なんで、あと十数年もうここに全ベッドっていう感じですかね。もうやり直しは効かないので、全ベッドいいですね。もうここを逃したらもうこのままかなっていう感じですね。キスのギャンブラーですね。はい、全ベッドできるんですか。全ベッドします。オールインします。オールインで、はい、すごいな。すごいな。僕らって山田さんより年齢下じゃないですか。はい。衣食住ともにするぐらいかかると思うんですけれども、はい、ってなった時に松葉くんとかが結構強く支持するとか、もしあった時イラついたりしません？その年齢を気になったりしませんか？あ、全然あのそういうのは大丈夫です。大丈夫ですか？はい、何があっても受け流せるんで。おお。大抵のことは不運で済ませられます。おお、素晴らしい。背中すぎるよ。流されてるよ。確かに。いや、止めてないで、こう。確かに、そういう強くられても、まあ、やることはもちろんやりますよ。けど、そのイラっていうか、そういう感情は、もう不運で。すぐすぐ高いかも。理不尽なことを受けまくってきてるんで、やっぱり、泥棒扱いもされてますから。島田優太です。年齢は今23歳です。職業は足場跳びをしてます。え、なんで今日そういう格好なんですか？片目を失明してて。あ、そうです。あ、そうです。で、 YouTube もやってたんですけど、その時にこのコスチュームでやってて。なるほど、はい、なるほど。そんな感じです。え、もう何年くらいなんですか？失明してからは2年ほどですね。すごいな。ええ、全然です。歌うくんの眼帯あるんですね。あ、もう自分で自作です。そうなんです。すごいすごい。眼帯にこのお面を貼って。あ、そうなんだ。はい、そう、すごいすごい。一生懸命行きたいとか、なんかワクワクしながら行きたいとか、お金持ちになりたいとか、あとやっぱ自分の大事な人たち、家族とか、そういう周りの人を幸せにできるような男になりたいですね。胸を張っていきたいです。お金持ちになりたいっていうのは、具体的にどれくらいあれば自分の中でお金持ちですか？いや、わかんないですね。でも、もうビッグな人っていうか、もうすごい余りまくってる人みたいな感じです。原見拓海と申します。よろしくお願いします。お願いします。年齢が、年で30歳になります。職業は、アプリのプロモーションを現在、企業に勤めて働かせていただいてます。生粋のゲーマーなんですよ。本当に小学5年生ぐらいから永遠のゲームやってて、地元じゃ負け知らずみたいな。1億人の中の 0.01% なんで、まあ、10万人とかなんですけど、そこに食い込むぐらいの生粋のゲーマーっていうのが一つ。
何のゲームですか？あ、僕が実際に今やってるものは Apex っていう。あ、Apex じゃプレデターですか？プレデターの中の上位なんですけど。怖っ。どういうこと？いや、マジで。マジのなんか。プレデターの中の上位。そうなんです。仕事からしたらチーターじゃないかってぐらい。まあ、高い。結構ご存知ですか？僕だって、やってました。僕プラチナですもん。僕プラチナ。あ、やばい。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 でもプラチナの方がいるから我々は。あ、正解。まあ、正解。プラチナの方を通してポイントをもらせていただいてるので。正解。カブ。いいカブじゃないですよ。カブじゃないですか。いい、あの引き立て役。おい。こんなハイスペックうちに来るのは多分後悔するかもしれません。後悔したいですね。実際に入って、ああこんなもんかってなったらまた次のステップ進め。なるほど。はい。ありがとうございます。納得いかないですね。全ベッドしようとしてる僕からしたら納得いかないですね。確かに。今の言葉はちょっと。いいっすね。バチバチ。バチバチや。それは納得いかないなって。すいません、舐めた発言します。まあまあ、一人一人いろいろ。まあそうですね。まあでも。佐藤真由です。年齢は34歳です。職業は今ちょうど無職です。編集能力はないです。先月パソコン買ったばっかりなので、はい、頑張ります。はい。聞いてもいいですか？はい。で、無職ってじゃないですか。それなんで今無職かって話せたりしますか？ちょうどあの去年の3月まで福井県のお寺のおじさんと結婚してて、料亭派の奥さんとして行ったんですけど、で去年の4月に実家の近くに戻ってきて、保育園で働いたり、キャバクラで働いたり、業務委託でなんか秘書的なことをやったりしてて。お坊さんと結婚そうです、6年間、どうしてました。なるほど、してましたなんですね。はい、ちょっと詳しくは聞かないように修行を得て帰ってきました。自分はこれだったら負けない。全然何でもいいですので、特技とか全然何でもいいですけど。ありがとうございます。どうぞ。家事とか変わらない。裏方で人たちっていう人々の、はい、なんかお世話をするっていうのが、まあ、多分得意になったのかな。世界一のサポート力みたいなところですね、多分。あと道がついてるのがある程度制覇しても、道書道、画道、茶道、あと筆記もでしかり。マネじゃスケジュール管理とかも得意ですか？大好きなんだ。じゃあ、ちょっと長時間の外ロケ、炎天下の中とかでも全然。全然、もともと野生人なんで。野生人すごい、興味あるじゃん、なんか人生で。一本取れそうだ。名前は今井亮と申します。はい。多分、リナさん。していただいてるかなと思います。名前は初めまして初めて。はい、そうです。モッチのファンですか？そうですね、はい、ファンで飲んだやつを見てたら、あ、出てきたみたいな感じで、はい、させていただきました。はい、で年齢は今年24歳になりました。はい、で今職業は、ケーブルテレビの訪問営業、戸建てを専門にやらせていただいてます。はい、します。あ、はい、よろしくお願いします。名前は小岩井和美と申します。年齢は41歳になります。で職業は、まあ、会社員としてメーカーの、まあ、一般的なサラリーマンで、今やってるところは、まあ、会社の中での、まあ、グローバルの企業の中での、まあ、システム統合みたいなプロジェクトに携わりながら、主にずっと物流のバックボーンがありますので、サプライチェーンの周り、グローバルとのビジネス統合みたいなところを、まあ、今一生懸命やってるっていうところではあります。お願いします。植木風子と申します。はい、年齢36歳に今年になりました。はい、現在の職業が舞台役者をやらせてもらってまして、で編集能力としては一応、那智大さんのアカウントの、で出されている
ぐらいはできる自信はあるんですが、YouTube でなると多分スピードが命になるかなと思っていて、そのスピードのところだけちょっとまだ劣るかなというところで思っています。長所はと友達が多い人。おお、素晴らしい。なんだろう、はい、一応なんかこう物の考え方とか人とのこう接し方とかがすごい瀬名さんと似てるなと思って、ね、いやごめんなさい、やばい人ですすいません ADHD にそんなにいや僕めちゃめちゃ ADHD なんで。ああ、そうなんですか。じゃあよかったです。よくわかんないですけど、死ぬまでものづくりをしたいなと思っていて、ものづくりっていうのが特にエンタメコンテンツを作るのがすごく好きとかも得意なので、人の心に届けられるエンタメコンテンツを作りたいと思っています。お名前コミのショーと申します、はい、年齢が今年32歳です。で、職業が今、営業職です。で、中間管理職として、まあ、部下のマネジメントだったり、あとは新規開拓の営業がまあ主にやってます。短所はですね、まあ、ちょっと仕事の話になっちゃうんですけど営業とかで自分が新規開拓とか行った時に割とこうファーストインプレッションで、まあ、ちょっとこの人無理かなと思った時に割とこう損切りしちゃう癖が結構あって、はいはい、まあ、ちょっと仕事柄はちょっとそれは良くないなと思って今ちょっと直そうと努力してるところです。いいですか、僕から超究極の質問していいですか。はい、お願いします。まあ僕らみんな特殊能力みたいなのがあるんですよ。で、特殊能力っていうか、なんか、まあ、ステータスで尖ってるのがあって、まあ、もちちゃんだったら美人のマジ人脈お化けで、せな君だったら、まあ、もうハイスペック瀬名原実業家僕だったら、まあ、天才イケメンハイスペックの人いえいえ一人だけ絶対違くない。でランスさんは金貸し屋なんですけど、まあ、この僕らに一個だけ何か勝てる能力って持ってますか。もうこれだったら絶対私負けませんみたいな。それぐらいです。いいですか。はい、AD とかもやってたんで、なんか本気のセクハラとか本気のパワハラとかめっちゃあってきて、それでも笑顔で倒れるまで働くの得意なんで、うん、はい、めっちゃ頑張るの得意です。いい、めちゃくちゃいい。ちなみにこれは、この質問はシーズン1のオーディションでヒカルさんに僕が聞かれたことなんです。なんで答えたんですか。僕はヒカルさんより圧倒的にイケメンですよ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとだけね、4時間ぐらいかな、だったんですけど、どうでしたか。みんな人だった。本当にそれはもう、うん、難しいな。いや、難しいな。動画回した回で言うとさ、誰かさ、ちょっと言おうよ。俺がまあ一人教えるのは森越くんね。はい、島田さんは、いや、いいな。でもなんか何もないって言ったら失礼だけど、うん、本当に頑張りたいですね、うん、だけですって来てるのは逆になんか、うん、いいなって言わないよ。人間だよな。やっぱり能力で判断したら他に、今能力はあんま関係なく見てるからだけど、一番やっぱ印象残ったのは何て言うの、羽上さん。この4回やったじゃん、うん、の中で一番残ってるかも。は僕は、いや、むずいな。なんかもう一人以外スクラクロス一人スクラクロスじゃん。でも一人以外全員良かったんですよ。一人以外はお前全然言わないから。あ、逆スクラクロス、いや、ほんとみんな良かったんだけど、うん、じゃあ一人以外良かったっていうか、あ、スクラクロスだ。違う。それで言うとガチで1位は僕スクラクロスさん、うん、逆にマジで良かったよ、ね、スクラクロスさんマジで良かった。山田さん、うん、どうぞ。唯一一致したわ、今俺も山田さん。おお、スクラクロスと、佐藤さん。いや、佐藤さんもね、分かるんだよ、分かる。入ってこの二人を、ね、俺は。でもなんか違う目で見てない。え、大丈夫。いや絶対違う目で見てると思うんですよ。いや佐藤さんに関してはラオス。いや違うって、見てないって全然。まあまあそんな感じでちょっとね、答え合わせはいつかの動画で。いや、なんかさ、僕ら言うて、ね、安定してない中にさ、うん、飛び込んできてくれるって、やっぱそれだけのなんか
魂を感じたんだよね、全員から。はい、では今日はこんな感じで終わりたいと思いますので、皆さん面白かったら高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。お願いします。よし、はい、ということで皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。またバイバイ。バイバイ。企業リアリティショーから生まれた新番組、ニュータイトル、男女7人が4泊5日の共同生活の中で過酷なミッションをクリアするブラック企業のリアリティショー。全てを投げてでも勝ちたいっていう覚悟を伝えたくて。台本は一切ない、リアルな5日間に密着。終わった。その時々で正しい判断ができなかったと思うし、最後に勝ち残る一人は誰になるのか。ニュータイトル、1月5日金曜日夜7時、 YouTube で放送開始。